今から3年前の2018年に、ロシアの某大佐がある指摘をされたことを覚えていますか？それは驚愕な内容だったのですが、簡単に言うと、ちょめちょめはどうやってちょめちょめを隠しているか、ロシア国防総省明かすといったものでした。そしてそれに関するネット記事はすでに完全削除されているのですが、あるブログがその時の記事の翻訳された内容を残していたので、今回紹介いたします。この動画はすぐに削除されるかもしれませんが、隠語を使いながらその翻訳内容をお伝えします。ここからがその内容です。最近、ロシア国防省の特別監視部門の係官がメディアのインタビューで、現在アジアの複数の国が独自のちょめちょめを隠すために活発な地震活動のある地域を利用していると語った。地下及び海底でのちょめちょめが10年以上にわたり行われている。隠し合わせていると思ったら間違いである。ロシアは以前からそれに気づいており、他の国々も気づくだろうと信じている。このロシアの国防省関係者は、具体的にどの国が極秘裏にちょめちょめを行っているかは語らなかったが、いくつかの手がかりによれば、中国の南東に位置する国であることは明らかだ。アジア地震地帯。この2語でどこの国かはわかる。なぜその国で過去10年、地震と津波が頻繁に起きているのか、よく理解できるだろう。米国は2つのちょめちょめを日本に投下し、人類はちょめちょめが恐ろしい災禍を招くことを知った。ちょめちょめを防ぐためには、多くの国がちょめちょめを保有することを防がなければならない。1963年に、いくつかのちょめちょめが、大気圏内、圏外、海中のちょめちょめを禁止する条約を署名した。しかし、ちょめちょめだけは例外で行うことができる。国連の5つの常任理事国以外は、ちょめちょめの所有は禁じられている。当時は、他国がちょめちょめを行わないよう監視するシステムを米国とソ連が構築した。ちょめちょめを行うアジアの国を監視するためにロシアはこのシステムを使っていることは間違いない。現時点ではこのロシアの声明に反応する国はない。ロシアの取ったこの動きは明らかで、要するに隠れている敵に遠回しに警告したのだ。わかっているぞ。こっそりとちょめちょめを開発することは許されない。諦めろ、と。ロシアは、ちょめちょめが増えることを許さないし、加護しない。中国についても同じだ。ちょめちょめは少ないほど良い。特に、いくつかの野心的な国は、ちょめちょめを持つべきではない。この声明を、あなたはどう思うだろうか。以上です。この内容をどう受け取るかは皆さんの自由です。